友達がなかなかできない、友達ができてもなんだか長続きしないし、うまくいかない。そんな方はぜひこの動画をご覧になってみてください。ポイントはアウトソーシングかつ分散するということになります。皆さんこんにちは。公認心理師、栄養療法、音楽療法の浜翔こと橋本翔太です。今日お話ししたいことはですね、友達がなかなかできないとか、あるいは友達ができるんだけどなんかだんだんフェードアウトしてっちゃうな、長続きしないな、なんていう方にお届けしたい内容でして、ヒントとしてですね、友達がなかなかできないとか友達と長続きしないと思っている方の傾向としてね、その友達に何もかも求めてしまう傾向があるっていうのに気づいてほしいなと思ってこの動画を撮ってます。つまり自分の苦しみを分かってくれて、ね、自分の話を聞いてくれて、かつなんかこう食べ物の趣味があって、ね、それでなんかこう旅行に一緒に行けるくらい気兼ねない友達でみたいな感じでこう、ね、条件がすごいいっぱいある場合が多くて、うん、その場合にやっぱりその条件を全て満たしてくれる友達ってなかなかいないんですよね。友達付き合いが上手い人って私が見てて思うのが、やっぱり相手に何でもかんでも求めてないし期待値が低いんですよ。で、何か一箇所楽しくこう意気投合できる場所があればいいなくらいの感覚で、それでよしとしても友達って呼んでるっていう感じがするんですよね。私もね、そういうところがあるので分かるんですけど、重くなりがちなんですよ。友達に求めるハードルが高すぎるっていうか、少なくともなんか自分のこの苦しい気持ちを分かってくれないと友達って呼べないみたいな感じで、これね、友達に対するハードルが高すぎちゃう。うん、苦しい気持ちは分かってほしい、でも楽しい人がいいとかね、明るくて楽しくて笑わせてくれる人がいいんだけど、自分が苦しい時に寄り添ってくれる友達がいいみたいな感じで、なんか結構ね、無理難題を気づいたら押し付けている場合が多いんです。友達の基準ハードルが高すぎるのね。でそうすると結果的になかなかそういう人っていないの でかつ期待値が高すぎると相手にすぐ幻滅しちゃうんですよ。うん、この人なんかすごくいいなと思ったのに全然私の話分かってくれないみたいな感じで、相手に期待値が高すぎちゃうと今度は幻滅するのも多くなってしまって、結果的になんか友達も別にいいやこの人みたいな感じで切っちゃうみたいなことが起きちゃうので、何か一つ気が合う部分があればいいなとかね、こういうところがこの人と一緒にいて楽しいからこれでいいやみたいな感じで、その基準値を低くして期待値を低くして、何か一つでも共通項目があって楽しく過ごせればもう友達ぐらいの感覚でいた方が友達もできやすいし長続きしやすいです。つまり何が言いたいかというと、友達ができなかったり長続きしない人っていうのは相手に対しての期待値が高すぎるし、相手に対して求めるポイントが多すぎちゃうんですよね。はい、今日はこのお話をしたくて、まずそこに気づいてもらうだけでも変わるんじゃないかなと思ってこの動画を撮りました。はい、これね、恋愛にももちろんつながってくるので、まあ、恋愛編としても動画を撮っておきたいと思いますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。ぜひね、私の動画、他の動画もご覧になっていただけたら嬉しいです。2、3年前の動画でもね、古くなってませんのでね、古い動画もぜひご覧になってみてください。あとはこの動画がね、いいなと思ったら SNS とかお友達にシェアしてもらえたら嬉しいです。いいねとかチャンネル登録もお待ちしております。まずはね、基準値を下げるってことです。そこを意識してみましょう。本日は以上となります。橋本翔太でした。